ラグビーワールドカップ2019日本大会をより楽しむために、数日前の過ごし方。当日は混雑が予想されます。公共交通機関や試合日に運行されるシャトルバスを使い、早めに到着できるようルートを確認しておきましょう。入場ゲートや帰りのルートも確認しておきましょう。ファンゾーンの場所のチェックも忘れずに。試合前や試合後にも他会場の試合がパブリックビューイングで見られるかもしれません。チケットは忘れないようにきちんと保管しておきましょう。電子チケットは印刷することを忘れずに。試合当日の交通情報や天気予報などツイッターを事前にフォローしておきましょう。大会の最新情報を入手できる公式アプリをダウンロードしておきましょう。そして当日までワクワクして過ごしましょう。試合当日、天候、気温に合わせた適切な服装で会場に来ましょう。雨が心配な時はカッパがあるとより良いです。会場には持って入れないものもあります。持ち込み禁止物の確認、注意をしてください。またラグビーワールドカップ特別措置法により、試合会場周辺、ファンゾーン周辺におけるドローンの飛行は禁止される予定です。ご承知ください。一部販売店ではクレジットカードが使えない場合もありますので、現金もお持ちください。準備ができたらいざ出発。地方の電車、地下鉄、バスにより移動の支払いをする場合、プリペイドのトラベルカードまたは IC カードを利用すると便利です。会場周辺では様々なエンターテインメントが用意されています。早めに到着し楽しみましょう。セキュリティチェックには時間がかかる場合があります。遅くともキックオフの90分前には入場ゲートにおいでください。チケットは1人1枚必ず携帯し、すぐに提示できる準備をしてください。また試合会場への再入場はできませんのでご注意を。わからないことがあれば近くの案内係に聞きましょう。マナーを守って、みんなで試合を楽しみましょう。試合中は相手チームの選手でもキックするときには敬意を払って静かに観戦しましょう。試合が終わればノーサイド、互いのチームを称えましょう。会場から出る際は綺麗なスタジアム維持のためご協力をお願いします。公共交通機関やシャトルバスを利用し安全に帰宅しましょう。係員の誘導がある場合はそれに従いましょう。さあ、ラグビーワールドカップ2019日本大会を楽しみましょう。